はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、この中学英語のコツ、副詞のまとめっていうのの、まあ、第2回目になります。で、前回の動画でね、この副詞の働きっていうことで、副詞は、動詞を修飾しますよと、そしてこの形容詞と副詞を修飾しますよっていうね、そういう解説動画をね、やりましたと。で、まだね、見てない人はね、下の概要欄にリンク貼っておくんで、まあ、そちらの方をご覧いただきたいんですけれども、今回はですね、その続きとして、こちらですね、頻度を表す副詞、こちらの方をちょっと解説していきたいと思います。はい、それではね、早速解説の方をスタートしていきます。はい、ではですね、ちょっと簡単にね、前回やっているこの副詞のね、3つの働きっていうのをちょっと最初に復習した後で、この頻度をね、表す副詞っていうのをね、詳しくやっていきたいと思います。で、まずこのね、副詞っていうのは大まかにね、3つの働きがありましたと。動詞を修飾しますよと。これなんかだと I study English hard で、ね、この hard っていう副詞が study っていうね、動詞をこう修飾してるよと。まあ、これもね、will っていう副詞が speak っていう動詞を修飾する、 fast っていう副詞が run っていう動詞を修飾するというふうにね、動詞を修飾するっていうのが副詞のね、一番大きな働きですよと。で、他にもね、この very が代表するように、こう形容詞を修飾したり、副詞がね、他の副詞を修飾する、そういうふうな働きがありますね。これだと very っていうね、副詞が kind っていう形容詞を修飾して、とても親切なと。こっちもね、ベリーっていう副詞が、このね、他の副詞であるこのファストを修飾して、とても早くと、まあ、こういうふうにね、形容詞を修飾、副詞を修飾するという働きがありましたとね。で、この以上のこの3つが副詞のね、大きな働きになりますと。で、今回はね、この頻度を表す副詞っていうことで、これですね、頻度を表す副詞、まあ、中学ではですね、大体この 1,2,3,4,5 ね、この5つぐらいをね、覚えておくといいかなと思います。で、always, usually, often, sometimes, never ね。で、それぞれですね、まあ、このどのくらいの頻度を表すかっていうので、ここにちょっとパーセント書いてて、このパーセントっていうのはね、この、関正夫先生っていうね、まあ、ちょっと有名な、スタサップとかで有名な、あの先生がね、出してるこの世界一わかりやすい英文法の授業、まあ、これちょっとあの高校内容の英文法なんですけれども、まあ、英検とかでね、英検準2級とかね、2級を受ける人だったら、まあ、中学生でもね、読んどいていいかなって思うぐらいにすごいわかりやすい英文法の本ですね。ちょっとこれもね、あの動画に、あ、動画じゃない、概要欄にリンク貼っとくのでね、ちょっと気になる人は見ておいてください。で、まあ、この頻度を表すね、副詞の種類で、まあ、その先ほどのね、そのあの関先生の方に書いてあったんですけど、まあ、always はね、もういつもとね、 100% いつもやってるよというような時に使いますよとね。で、 usually は普通とか普段って訳するんですけど、まあ、実はね、まあ、80% ぐらいですね、まあ、かなりの頻度でやってるよと。で、 often ね、まあ、しばしばとかよくとか言うんですけど、まあ、あのパーセンテージと 60% ぐらいの割合でやっていると。で、sometimes がちょうど時々で、まあ、半々ってことですね、50%。で、never はね、決してないということで、まあ、もうない、0% ね、もうしないと。頻度ね、ゼロというふうな形になってますと。で、このね、always, usually, often, sometimes, never みたいな、こういう頻度を表す副詞ですね。で、これ、あの、文中のね、英語の文中のどこにね、置けばいいでしょうかっていうのがね、しばしばちょっとね、出てきますと。で、これもね、先ほどの関先生の本に書いてあって、副詞っていうのは大体ね、このハードとかウェルとかファストとかね、まあこういうの見ればわかるように、大体この動詞の後、もしくは動詞プラス名詞、動詞プラス名詞の目的語ですね、その後に大体副詞ってくるんですけれども、この人たちは、ちょっとね、この代表的な副詞と場所が違いますよと。で、どういうところに置かれるかというと、まあ、あの、よく言われるのが、一般動詞の前、B 動詞の後。だから、一般動詞の文だったら、一般動詞ね、play とか study とかありますよね。その前に、こいつら置きましょうと、ね。で、B 動詞の文だったら、B 動詞の後に置きましょうとね。だから、もし、この always を使って、私はいつもピアノを弾いてますって言いたいなら、プレイは一般動詞の文なんで、一般動詞の前だから、ここはですね、I always play the piano っていうふうに、私はいつもピアノを弾いてますとね、この
動詞のね、一般動詞の前に置きますよと。で、この B 動詞の文、He's in the room、ね、彼はその部屋にいます、ね、で、彼はこの Always を使って、彼はいつもその部屋にいますって言いたいとき、ね、これ B 動詞の文だから、 B 動詞の文だったら B 動詞の後にね、この頻度を表す副詞入れるので、この is の後に入れて He is always in the room、ね、He is always in the room って書いて、彼はいつもその部屋にいますというふうに表現します。で、まあ、これね、もう一般動詞の前 B 動詞の後って覚えれたらいいんですけれども、これね、ごちゃごちゃになる人のために、え、先ほど の関先生の本ではね、否定文にした時の not が入る位置と、この、ね、頻度を表す副詞の位置っていうのは一緒になりますよと。どういうことかというと、例えばこれですね、これもし否定文にしたら、どこに not を入れるかというと、 I don't play で do not なんで、ここに not 入りますよね。で、こっちですね、もし B 動詞文だったら、否定文 not 入れるなら B 動詞の後に He is not ってここに not 入れますよね。で、これ先ほどね、一般動詞の前 B 動詞の後っていうね、この頻度を表す副詞の位置とこの、ね、not の入る位置っていうのは一緒になりますよと。だからもうこれね、覚えてる人はまあ別にね、新たに覚えなくていいんですけど、これがちょっとね、ごちゃごちゃして分からなくなるよっていう人はね、not が入る位置にこの頻度を表す副詞ですね、この人たち入るよっていうふうにね、覚えておくと、ちょっとこれ迷ったりごちゃごちゃしなくていいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はね、以上になります。で、次回ですね、あともう一つですね、この副詞のまとめのね、動画の第3弾っていうのをね、投稿しようと思いますので、よかったらね、そちらの方もご覧になってください。はい、最後まで動画の方をご覧いただきありがとうございました。先ほども言ったように、このね、副詞のまとめの動画第3弾をですね、まあ、この後にね、投稿します。で、まあ、その内容としては、形容詞と副詞のね、文の書き換えの文で、まあ、よく出てくる問題についてね、ちょっと解説しようと思いますので、よかったらそちらの方もご覧になってください。今回は以上になります。どうもありがとうございました。